光の教会、安藤忠夫9月13日隊は、日本の建築家、一級建築士、東京大学特別栄誉教授。21世紀臨町特別顧問、東日本大震災復興構想会議議長代理、大阪府、大阪市特別顧問。大阪府大阪市港区生まれ、同志旭区出身。3人兄弟で、弟が2人いる。双子の弟は、 北山創造研究所を主催する北山隆夫。下の弟は建築家の北山孝二郎。一人娘だった母親の実家、安藤家を継ぐため、生前からの約束に従い祖父母の安藤彦一、菊江の養子となる。大阪の下町にある間口2軒、奥行き8軒の長屋で育つ。大阪府立上等工業高等学校卒業。月給1万円の時代に、 4回戦のファイトマネーが4000円という報酬に見せられ、高校在学中の17歳の時にプロボクサーのライセンスを取得し、フェザー級でデビュー。リングネームはグレートアンドー。以後、10試合ほど行い6回戦まで行ったが、所属ジムに来ていたファイティング、原田の練習を見て、身体能力の桁が違うとその才能に圧倒され、1年半ほどでボクシングからは引退する。 もともと中学生の頃、自宅の建て替えを担当した大工や、中学時代の数学教師からの影響で、建築に興味を持っていたため、卒業後、前衛美術を志行する、具体美術協会に興味を持つ。経済上の理由で大学には通えなかったため、建築の専門教育は受けておらず、毎日15時間以上独学し、建築家の学生が、 通常4年かけて学ぶ内容を1年で習得して、建築士試験に一発で合格した。また、水谷英介の建築設計事務所でのアルバイトもしていた。木工家具の製作データ資金を手に、24歳の時から7ヶ月アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、アジアへ放浪の旅に出る。ヨーロッパからの帰路、マルセイユで数週間待たされた後、帰国の船に乗り、増下海岸。 ケープタウン、マダガスカルに立ち寄り、インドムンバイで下戦する。安藤は何かに導かれるように汽車に乗り、ベナレスに向かった。ガンジス川で牛が泳ぎ、死者が仮装に付される傍らで、多くの人々が目浴する様や、強烈な太陽の下、異様な周期に包まれた果てしなく続く大地、生と死が混然一体となり、人間の生が剥き出しにされた、混沌世界に、 強烈な印象を受け、逃げ出したい気持ちを必死にこらえながらガンジス川の岸辺に座り込み、生きることはどういうことかを自問し続けた。人生というものは、所詮どちらに転んでも、大した違いはない。ならば戦って、自分の目指すこと、信じることを貫き通せばいいのだ。戦いであるからには、いつか必ず敗れる時が来る。その時は、自然に淘汰されるに任せようと考え、 ゲリラとしての生き方を決心する。1965年24歳の時である。この放浪中に安藤が撮影した写真はルイス・アイカーンの作品集などで使われている。1977年のローズガーデン当初期の作品のいくつかは弟の高尾の所属していた説、モードセミナー出身の浜野康弘が代表を務める浜野商品研究所と共に実現した。 1970年代には、個人住宅などの小規模建築。1980年代には、商業施設、寺院、教会などの中小規模の建築の設計が多かった。1990年代以降は、公共建築、美術館建築、海外の仕事も増えている。2009年10月の第121次 IOC 総会で、ブラジルリオに敗れ、 幻に終わった2016年オリンピック構想の東京オリンピックスタジアム。当時の都知事、石原慎太郎は、招致委員会の理事でもあった安藤にメインスタジアムを含めた建設計画を依頼した。そして安藤がスタジアム建設地に晴海を選び、日建設計、日本設計、山下設計の協力のもと、その全体計画をまとめた。 2007年11月時点で安藤はメインスタジアムの設計はコンクールを開くべきだと思うとも提案していた。2009年にはオリンピックは心のレガシーだということも訴えた。代わって2012年。ラグビーワールドカップ2019の日本開催が2009年7月に決定していたことや、翌2013年に決まる2020年夏季五輪の 東京の再立候補を見据え、日本スポーツ振興センターらが、国立競技場の建て替えを決定。安藤は、前述2016年五輪招致の経験や、実績などが考慮されて2020招致委員会の、評議会委員でもあり、国立競技場将来構想有識者会議メンバーに、選出されるとともに、新国立競技場国際デザイン競技の審査、委員長を務めることとなった。 応募期間が短かったため海外の著名建築からに安藤自身が直接メールを送ってコンクールを知らせるなど尽力した。募集要項を詰めていた時点の2012年4月10日有識者会議参加施設建築ワーキンググループ第1回で出た70メートル42眼に対し相当な大きさです。景観上の課題があると 安藤は難色を示していたという情報もある。同年11月7日の最終審査では3つの案がきっしていた。安藤は当初34番と中心があり、選手、観客が集中できると考えた17番のザハーンとの2つで悩み、それを打ち明けた。その後の議論で34番の屋根の技術的不安を安藤自身が指摘し、 コンサートに用いた委員からはおとれを心配する意見も出た。三つを対象に決選投票を実施したが、またも拮抗。休憩後の議論で、安藤は理由を示さずに、17番と2番の2択に持っていった。そして、誰かから議論で決まらないなら委員長の判断で決定でしょうか。委員長を2票としていいのではなど、委ねるような発言があり、安藤は、 日本の技術力のチャレンジという精神から17番がいいと思いますと表明。他の審査委員から賛成の声が上がったこともあり、河野理事長が締めた。審査委員長メッセージとして、新国立競技場のあり方を作るべきは地球人の未来へと向かう、東大、希望の象徴となれる場所と表現していた。その後の11月15日の有識者会議で安藤は、 最優秀案の方が、それに日本の技術者が立ち向かっていくという意味では、いいのではないか、などと選定理由を語った。2013年9月の第125次 IOC 総会にて、2020年五輪の開催地に東京が選ばれた。巨額な新国立建設費に関する問題が世間を賑わせてからマスコミの取材が押し寄せたが、安藤はそれを拒否し続けた。 最終的に2520億円の予算が承認された2015年7月7日開催の有識者会議にも欠席した。知り合いであるキャスターの辛抱二郎にはなんでこんなに増えてるのかわからへんねんと語っていたという。また別の友人によると安藤は文科省と日本スポーツ振興センターに対して何度も責任を持って 当初案を進めるように水面下で主張してきたという。下村博文文科省は2015年7月10日に、新国立のデザイン選定理由など、何らかの形で発言してほしいと述べた。それとの因果は不明だが、16日に都内で記者会見に出席し、記者からの質問に回答した。会見で、安藤は徹底的なコストの議論にはなっていないと思いますよ。 とコンペを振り返ったが、一部の委員は、コスト面も踏まえて、真摯に審査していた。安藤は9月4日、大阪出身を理由に自身がバッシングを浴び、引きずり下ろそうとされたとの意識を語った。9月24日に公表された第三者、検証委員会による本人へのヒアリング資料によると、安藤は、経験豊富な国土交通省に参加してもらい文部。 科学省との共同で行うべきだと初期段階で提言したことがあったという。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。グレート安藤に関するカテゴリ。ありがとうございます。